逃亡記山本周五郎一お姉様、ま、私よと三竿は姉を捕まえたお声を出さないで厚みは飛び上がったそんなところに妹がいようとは全く気づかなかったのと見つかったという直感とで 抱えている包みを危うく取り落としそうになった。心配なさらないでいいのよ。と妹はささやいた。私のお部屋へ行きましょう。いいえ、大丈夫。およそのことは知っています。前から知っていたんです。それでお姉様がどうなさるかしらって、私、ハラハラしながら見ていたのよ。お願いよ、ミサオさん。 と、厚みは妹に言った。彼女は哀れなほど震えていた。このまま行かせてちょうだい。こうするより他にしようがないのだから。ね、お願いよ、みさおさん。話して。しようあってよ。と、妹が言った。あるからお止めするのよ。私、もみやまのこと、ちゃんと知っていますわ。厚みは闇の中で息を引いた。 よほど驚いたのだろう。はっと息を引くのが、ミサオの耳にはっきり聞こえた。ミサオは片手で姉の手を掴み、片手で背中を優しく抱えた。それから横江様のことも、と妹は素早くささやいた。横江様のことは私がお引き受けしますわ。あなたがですって大きな声をなさらないで。 と妹は姉の背を抱えている手に力を入れたこんな場合ですものお姉様でなくとも人の命を救うためには手段を選んではいられませんわだってミサオさんと姉はおずおず聞き返したあなた一体どうなさろうというの私のお部屋へ行きましょうと妹は言った 私がどうするか聞いていただいて、お姉様のお知恵もお借りしたいの。さあ、早く、人の来ないうちに行きましょう。大丈夫なのね、ミサオさん。と姉は震えながら言った。もし間違うと、私死んでしまってよ。私、お姉様の妹よ。とミサオはきっぱり言い切った。さあ、参りましょう。 「横江半四郎は予定より7日ほど早く江戸を立ち丸10日も早く国元へ着いた友は義富や三郎木内又助宮原忠在も門ほかに下僕5人で下僕が多いのは荷物が多いためであった江戸を早く立ったのは途中で3箇所名所見物をするはずだったのだが 友頭の吉冨弥三郎がつまらないことにうるさく小言を言うので。そんなら見物などはやめにしようと言い宿も早立ち遅ずきで道を早めたから。自然日数も二割方短縮したのであった。横江は代々江戸屋敷の年寄り役。六は千五百二十石。うち四百七十石はりき馬乗りで。 父の文左衛門は59歳だが5年前に隠居している。兄の文之進は35歳。家督相続と同時に文左衛門を襲名し、妻と二人の子があった。半四郎は兄より10歳も年下だった。学問や武芸の手ほどきも兄から受けたし、その後も父上は四郎を甘やかすということで、 ずっと兄の監督のもとに成長した。今度溝口と婿養子の縁談が始まった時。父は半白のために躊躇した。溝口は上代家老であるし、相手は家付きの娘だからわがまま者に相違ない。それでは白がかわいそうだというのである。しかし兄は耳にもかけず、一人でテキパキと話をまとめてしまった。 半四郎は黙って経過を眺めていたが縁組が決定したと聞いてムッとした自分の一生の問題について自分の意思がこんなふうに無視されるのは愉快ではありませんねと彼は抗議をした兄の文左衛門は弟の顔をつくづくと見守りそれからゆっくりと「俺はお前を愉快な気分にさせようなどと思ってはいないよ」と言った それで問答は終わりだったああそうですか」と半四郎は言い心の中で「よし」とうなずいた溝口家門は上代家老六三千二百石うち千二百国石は寄木鉄砲で厚美三郷という二人の娘がいる姉が十八歳妹が十七歳 半四郎は長女の厚みと結婚するわけである。上代家老は片山門戸の将と一大交代の決まりだから、半四郎が溝口家を継いでも上代にはなれない。だが価格は横江より上であって、彼がもしそのつもりになれば兄を並行させるぐらいのことは造作のない話である。彼が心の中でよしと思った理由は、どうやらその辺にあるようであった。 国元へ着いた半四郎と従者たちは、片山、モンドノの屋敷でわらじを抜いた。モンドノショウが仲人役で、祝言の日までそこに滞在する約束だったのである。しかし、半四郎の到着が10日も早かったため、片山ではまだ準備が整っていなかった。モンドノは32歳であるが、 母親や部屋住みの叔父や2人の弟や妹が1人いるほか子供が男女を取り混ぜて6人あるしそれらの召使いや乳母たちなどを合わせると20人を超す大家族で今半四郎のために手入れをしている部屋が出来上がるまでは客として止められる座敷が1つもないのであったこういうわけですからと門戸の将は了解を求めた。1つ 溝口でままってもらいましょう半四郎は「はあ」と口ごもった「向こうに行く家へ触覚に行くというのは気が進まない」「他に頼む家はないのだろうか」彼がそう思っていると門戸の将は無頓着な性分らしくもう家父を呼んでさっさと必要な指示を与えた「どうせ溝口へ入ることだし」と門戸の将は彼に言った。 溝口には空いている座敷も多いことだから私の客として二、三日泊めてもらうことにしましょう。はあと半四郎は言った。風呂を浴び支度をしていると溝口夫妻が見えたと知らせてきた半四郎たちは朝上霜をつけ家父に導かれてその座敷へ行った。門戸の,の紹介で挨拶を交わし吉富や三郎と 木内宮原の3人を引き合わせてかからそこで小坂森が開かれた家紋は44、5歳。肥えた体つきで、眉が太く、唇が厚く、目はどんよりとして、今眠りから覚めたばかりといったような物うげな色をしていた。妻女の滝はは35、6歳で、色も白いし、顔立ちも美しく、 体が小柄なのでずっと若く見える。上場が少し反っていて、それが恥ずかしいのだろう。笑うときにはちょっと手で口を隠すようにする。それが少女の恥じらいのように可愛らしく見えた。娘がこの母親に似ていたらいいな。半四郎は心の中でそう思った。縁組の話には全く触れず、 単に門戸の賞の客ということで、一時ほどすると、溝口夫妻と共に、半四郎はその家へ移った。友は義富や三郎だけ連れ、あとは片山家に残した。溝口の家は大手前にあり、角屋敷で、敷地も広いし、建物も大きく、庭には古い杉林があった。かねて明治であったと見え、 客前通るとすぐに趣考の善が出た。片山は家族が多くて落ち着けないと家門が言った。ひとつくつろいでゆっくりやるとしよう。家門は肩のこりでも落ちたようにさばさばした顔つきになり、どんよりしていた目までが生き生きしてきた。酒の席に女は邪魔だそうで、妻女も引っ込んだままだし、娘たちも出ては来ず。 若い二人の歌詞が給仕をしたカモンは酒が強いらしく大きな盃でぐんぐん飲んだその杯は桑の白木でこれで飲めば断じて中風にはならないということだったがよほど古くから常用しているのだろうすっかり酒が染み込んで飴色に光っていた「今新しく国絵図を作っているが」とカモンは突然言った 去年、講義からの通達でやっているのだが知っているか知っておりますどんな人間が思いついたものかとカモンは首を振った72年前に作った国絵図がちゃんとあるのに三千林野が動くわけでもあるまいし今また新たに作れなどとは一体どういう人間がどういう了見で思いついたものかこれ門野どこを見ておる尺だ 費用はかさむ人手は足りないと家紋は続けた特に北のイデ出オとの境界が難物でこれにはどうやら手を焼きそうな塩梅だこの親父酔ったんだなと半四郎は思った初対面の自分などにどうしてこんな話をするのかこんな親父を舅に持つというのはあまり愉快ではないな彼は心の中でつぶやいた そこで早速だが、とカモンは言った。そのもとに国江図の支配をやってもらう。今の支配は基礎孫太夫というものであるが、これは気に入らない。わしは彼は気に入らない。三。カモンは基礎孫太夫の気に入らないことを並べ、半四郎はそれを聞きながら飲んだ。勧められるままに随分飲み。 ほとんど泥酔してしまったそんなに飲んだことも初めてだしベロベロになるほど酔ったのも初めてであったぶ三郎に支えられて新庄へ入ったこと着替えもせずに袴を履いたまま寝て義富に黒く,く小言を言われたことは覚えているがそれもはっきりしたものではなくやがて誰かが自分を揺り起こしながら「横江様起きてください横江様 とささやくのを聞いたときにも、まだや三郎が小言を言っているものと思い、うるさいと寝返りを打ち、いっそ寝てしまえと怒鳴った。すると誰かが彼の口を手で塞いだ。起きてください、横江様。と半四郎の耳元でその声がささやいた。あなたのお命が危ないのです。 お命が危ないい。のですから起きてください半白は目を覚ましたそれは若い女の声であり彼の口を塞いでいる手は生温かく柔らかくしなやかでそしてひどく震えているのが感じられた半白は寝返った有明安どのほのかな光でそこに紫尻面の袖ずきんをかぶった若い女のいるのが見え その女はまだ彼の口を押さえたまま、し、と彼に頭を振ってみせた。どうぞ黙って、と彼女は囁いた。静かにお起きになってください、静かに。半四郎は起き上がった。命が危ないというささやきの異常さよりも、その声の緊張した調子や、相手のひどく震えているのが、 ただごとでないという感じを与えたのである。女は半四郎が来たまま寝ていたことを認め、そのままでいいですから、刀だけ持って一緒に来てください、とささやいた。半四郎は、どうするんです、と聞いた。訳は後で申し上げます。寝ず番の見張りがいますから気をつけて、と女はささやいた。どうぞこちらへいらしてください。 どこへ行くんですここを出るんです」と女が答えた私がいいと申し上げるまで何もおっしゃらないでください半四郎はうなずいた彼はまだ酔っていた抜き足で歩き出してから自分がまだ完全に酔っていることに気づき激しい喉の渇きに気づいた中廊下を行って曲がるとき 女は半四郎に向かってあれを見ろという手ぶりをした右側の廊下を隔てた向こうの座敷に明るくともし火がついていて侍が一人キセルでタバコをふかしているそこにはもう一人か二人いるらしく低い話し声も聞こえたそれが多分根津番なのだろう女は半四郎の袖を引き目くばせをして そこを左へ曲がっていった。このままこの女についていていいのかこれは悪い冗談ではないのか一体誰が何のために俺の命を狙っているのかこの女は何者なのかこういう疑問が酔った頭の中でいたずらに空転し、だが彼は女の導くままについていった。初めて泊まった家のことで、 どこをどう抜け出したのかわからない。小さな戸口でわらじを履き、庭へ出ると小雨が降っていて、気味の悪いほど気温の高いのが感じられた。女が半四郎の手を握った。その手は小さくて、彼の口を塞いだ時よりはしなやかに暖かく、緊張のためだろう、じっとりと汗ばんでいた。その手は半四郎を導いてゆき、 女がくぐり戸を閉めると追事塀に沿った暗がりから「善助です」という声がし黒い人影がこっちへ近寄ってきた女はその男と口早に何かささやき合い「男は分かりました」と言って闇のかなたへ消えたがすぐに駆け去ってゆく馬蹄の音が聞こえた「こちらです」 と、女は半四郎の袖を引いた。急ぎますから足元に気をつけてください。喉が渇いているんだが、我慢してください。すぐに差し上げます。女の言葉はきつかった。そしてさっさと先に立って歩き出した。雨はやみもせず、強くもならず、同じ調子で降っていた。 女は道をそれて田んぼのあぜ道へ降りそれを幾曲がりかして林の中へ入った半四郎はあぜ道で滑って片足を田へ踏み込んだその田はすき返したばかりでまだ水は張っていなかったが雨で土が緩んでいたため踏み込んだ足がくるぶしまで入りやっと抜いたものの足もわらじも泥まみれになっていたこいつはやりきれない 林の中へ入ると彼は腹を立てたように言った。ここで少し甘やみをしましょう。足が泥だらけで気持ちが悪くてしようがない。今は足どころではございません。と女は立ち止まりもせずに言った。いつ追っ手が来るかわからないんですから、少しでも遠くへ行っていなければなりませんわ。急いでください。ふん。と彼は鼻を鳴らした。 では一つ歩きながらでも訳を話してもらいましょうか。あとでと女は言った少しは黙ってお歩きになれませんの半四郎は「うっ」と言って黙った林を抜けると上りになり一度下ってまた坂道になった勾配もかなり急だし粘土質らしく半四郎はいくたびも滑り 一度は尻餅をついてしまったが、女は慣れているのか、滑りもせずに調子よく登っていった。バカな話だ、と手の泥をこすりながら、半四郎は心の中で思った。こんなわけのわからない、馬鹿げた話があるか。この娘はきっと俺を引っかけたんだろう。うん、命が危ないなどと脅して、この雨の中を逃げ回らせた挙句。 みんなで泥まみれになった俺を囲んで手を叩いて笑うんじゃないか。多分そんなことになるんじゃないのか。と半四郎は想像した。もしもそんなことでもあってみろ。と彼は声に出して呟いた。万一そんなことでもあってみろ。ふん、思い知らせてくれるぞ。何ですかと女が聞いた。何でもない。と彼は言った。 どこへ行くか当てはあるんですかのんきなことをおっしゃらないで」と女が言った。こんな山の中を当てもなしに歩くはずがないじゃありませんかすると当てはあるんですね。坂は下りになっていた。気をつけてください。と女が言った。ここは急坂で滑りますから。そう言った途端に女が滑った。 坂が急勾配になったところで突然滑り、声を上げて半四郎にすがりついた。彼は素早く手で支えたが、女は両手でそれにしがみついたので、その重みで今度は彼がよろめき、両足を滑らせて女を抱えたまま仰向けに転倒した。女は声を上げて笑った。折り重なって倒れた時、雨の匂いの中で半四郎は、 女の甘やかな肌の香りと温かさと抱いている腕に彼女の弾力のある胸の膨らみを感じ火にでも触ったように腕を振り離しながら立ち上がった女はまだ声を上げて笑っていた4六尺四方もありそうな大きな炉で焚き木の炎が揺れ薄い煙が立っていた ロバタにハンシロと女が座っていた二人とも仮着で女は解いた髪の毛を背中に散らし前髪の垂れてくるのを指でかき上げながら低いけれどもしっかりした調子で話していた安藤はすすけているし炉の煙が立ち込めるので彼女の姿は明瞭には見えないしかしその年の若いのと顔立ちの際立って品のいいことに半四郎はびっくりしていた 彼女は溝口家の奥に仕えている次女で名は佐というそうである。ここは彼女の乳母の家であり、余市という息子夫婦とその子供が三人、余市の弟が二人いて三丁部ばかりの電池三林がある。今夜のことは彼らと相談の上だそうで少しも遠慮することはないと彼女は言った。二人を迎えたのは 50年配の肥えた女でそれが乳母だったのだろう佐藤をお嬢様と呼び着替えをさせたり濡れた髪を解いて拭いたりすべてを一人でマメマメと手しこくやった家族の者は一人も現れなかった次の間あたりにはいたらしい乳母が何か命ずると低い受け答えや立ち位する人の気配が聞こえた けれども、こちらへは、ついに誰も出てこなかったし、ようが済むと、乳母自身も去ってしまった。それで、と半四郎は佐藤を見た。詳しいことはまだ話してもらえないのか。夜の明ける前に、ここから出て行かなければなりませんの。と佐藤が言った。ここが私の乳母の家だということは分かっていますから、追っ手の来ないうちに山越しをしなければ。 この雨の中をか、と彼は遮った。槍が降ろうとでもですわ、と佐藤が答えた。嫌だ、と半四郎は言った。こんな狐に化かされたようなことはもうたくさんだ。理由が聞けないなら俺は溝口へ戻る。訳は申し上げます。はじめからそのつもりで参ったのですから、と佐藤は言った。 けれど多分、横江様にはあんまり思いがけなくて、すぐにはお信じになれないかもしれません。これは古い桑の根っこなんです。半四郎は、何と言った。里は長い金火しで炉の中をつつきながら。いいえ、このくすぶっている木の根のことですわ。と言った。 里は煙から顔を背けちょっと咳をしてそれから半四郎をじっと見つめながら低く潜めた声で話し出した半四郎はしまいまで黙って聞いたそれは思いがけないというよりも彼には作り話か全くありえないことのようにしか受け取れなかった彼は黙ったまま炉で揺れている炎を見守り少し強くなったらしい雨の音を聞いていた それからふと目を上げて「どうしてお前はそれを知ったのか?」と聞いた佐渡は自分が奥勤めをしているからひそかにその密談を聞いたのだと答えた私横江様をお助けしなければと思ってこの乳母の家へ相談に来ましたと佐渡は続けたそして乳母や善助たちと手はずを決め隠れ場所もすっかり準備して待っていたんですわ 全助というのは、ええ、お屋敷の裏にいたでしょと佐藤はうなずいた。あれが余市の弟で、その下の弟の二助もいたんです。二人はあの後で馬に乗って表街道の方へ行ったはずですわ。何のために追手の目をくらますためによ。こんな雨になってはだめかもしれないけれど。 裏に二頭のひづめの跡が残っていれば一度はそれを目当てに追いかけるでしょう「この雨がなければね」と彼はうなずいた「うん相当な知恵だ」さあ支度をいたしましょう馬の足跡が役に立たないとすると追手はまっすぐにここへ来ると思いますだって雨が強くなったようだぞあなたはまあ」と里は彼をにらみ 首をを振ってウーバーを呼んだ「出かけるから支度をしておくれ」「まあ待ってくれ」と彼は言った「お前はもういいこれからは自分で何とかしよう私のことはほっといてくれ何とかするってどうなさるおつもりですか」と里が反問した「追手がどこにどう手を回しているかわからないのにあなたは土地の様子をまるでご存じないでしょう」 どの山を越えるとどこへ出るか、どの川はどこへ下るか、何もご存じないのにどうなさるおつもりですか。半四郎は、うん、と詰まった。乳母がそこへ用意の品を持ってきた。私だって逃げなければならないんですよ、と佐藤は言った。横江様を連れ出したのが私だということは、もうわかっているに違いありませんもの、そうでしょ うんそうかもしれないそうに決まっていますわさあ着替えてくださいと佐都は言った私だって捕まればどうされるかわからないんですからあらこの河童ぱは小さうございますわねいいよこれで十分だ二人は身支度を終わった佐都は手織り木綿の粗末な筒袖を着き

乳母は戸口まで二人を送り出して、口の中で神仏の加護を祈った。ほらの支度はすっかりできております。と乳母は言った。夜になったら善助をやりますから、おいり用なものがあったらおっしゃってくださいまし。わかったわ。と佐藤が言った。あちらの方も話した通りにしておいてね。さあ、横江様参りましょう。二人は雨の中へ出て行った。 夜明け前に彼らはホラへ着いた。それは渓流を前にした断崖にあり、干木の茂みが入り口を覆い隠していた。そこへ来るまでに約3時間かかった。山を越え、谷川を渡り、渓谷を登り、また山を越えるという有りさまで洞へ着いた時には半死郎はすっかりへばっていた。さあ着きました。これがその場所よ。 と、佐藤は、ホラの入り口を示しながら言った。ここなら大丈夫。ゆっくり休んでくださいな。五。二人はそこに三日間いた。そのホラは自然のものではなく、何十年か前に銅を掘った廃坑だということであった。入り口から五、六軒入ったところに、内原を厚く引き、その上に、 熊の毛皮が幾枚も重ねてあった。二人はそこへ横になって毛線を二枚ずつかけて寝た熊の毛皮や毛線などという高価な品をこんな洞の中で無造作に使うというのは里の実家がよほど不由なのであろうまたそこには食器を入れる箱や鍋湯沸かしなどがあった石で囲んだ簡単なかまどの脇に細く裂いた薪や 炭までが用意してあり、佐藤はそこで食事を作ったり、湯茶を沸かしたりした。毎日一度、夜になってから善助が来た。握り飯と菜の重爪を持ってき、城下の様子を報告するためであるが、佐藤は重爪は手をつけずに返した。食事は私がこしらえるからいいわ、と佐藤は善助に言った。ばあやにもう持ってこなくてもいいって言っておくれ。 それを聞いたとき半白はうんざりした。里の炊く飯は半煮で芯があるかかゆのようにぐしゃぐしゃだった。名も同じように煮物は半煮だったり甘すぎたり辛すぎたりするし干し魚を焼くとまるで火が通っていないかさもなければ炭のように焦がすのであった。しかも里自身はいかにも満足そうでしばしば自慢をし、 半四郎が褒めないと不服そうな顔をした。ねえ楽しいでしょと佐藤は彼に向かって言う。楽しいわね横江様。私ずっと前からこんな風に暮らしてみたいって思っていましたのよ。こういう山の中で自分でご飯を炊いたりお洗濯をしたりそれから好きな殿方のお世話をしてあげたりああ。と彼女は吐息をつくのであった。 それがとうとう本当になったのね。誰も邪魔をするものはないし、あなたはいい方だし、ああ、一生こうして暮らせたらどんなにいいでしょう。半四郎は無然と彼女を見守っていた。一体佐藤の家は何をしているんだと彼は聞いた。商人かそれとも商人よ。ええ、商人ですわ。と佐藤は答えた。 城下で金賞っていうお店をやっていますの。呉服だの、紙道具だの売っているし、材木屋もやっていますわ。呉服と材木だっていいえ、と佐藤は手を振った。あの、材木屋の方は弟。ええ、父の弟がやっていますの。ですから屋号も違うんですけれど。あなた魚をお釣りになったことはあって 「そしてこの谷川には魚がたくさんいること」「中でもアユは名物で季節になると太量の人たちまでアユ漁に来る」などと言い出した「さて詳しい話を聞こうか」と3日目の夜に半四郎が言った「この前のはあらましではっきりしないところがあった今夜は司祭を聞かせてもらうとしよう」「だって私すっかり申し上げましたわ」 では繰り返してもいい。と彼は言った。もう一度ゆっくり話してくれ。佐藤は席をした。ようございます。と彼女は神妙に言った。では、辻褄の会うように申し上げますわ。佐藤はゆっくり話し出した。半四郎は横江の子ではなく、藩主の御楽院であった。長の上弘長がまだ若く、 大三郎と言っていた時代に次女に産ませた子でそれを密かに横江が引き取って育てたこれは極秘で長門神さえ知らないものと思っていたところ重心の一部が知っていたらしく半四郎を生死に直そうという計画が起こったそれは現在の生死である与五長時が病弱の上に安愚で到底一般のあるじたる質がないという理由なのだが 事実は一部の重臣たちが半死郎擁立によって自分たちが反省の中枢を握ろうとする野心から託まれたものである。この計画を現老職が探知した。そうしてそんな危険な陰謀の根を断つためには半死郎を亡き者にするのが最も単直であり確実な手段であるということに相談が決まり表面は 溝口の婿という触れ出しで城下へ連れてき、ここで暗殺をする手はずだった、というのであった。半四郎は聞き終わってからも、ややしばらく黙っていた。真っ暗な洞の中に、渓流の音がこだましていた。追っ手に気づかれてはならないので、ともし火をともさないから、洞の中は全くの闇であった。半四郎は、熊の毛皮の上にあぐらをかいて座り、 腕組みをしてじっとうなだれていた「兄と俺は10歳も年が違う」と彼は思った「二人きりの兄弟で間が10年もあるというのは珍しいだろう」「また兄はよく父上はシロを甘やかす」と言って自分でビシビシ彼を教育した父が彼を甘やかしたのは事実である半四郎は小さい自分から 親父は甘いいなと思っていた。年を取ってから生まれた子だから甘やかすのだろうと思っていたが里の話が本当だとすれば藩主の子であるために大切にしたのかもしれないそうだそう考えることは不自然ではないと彼は心の中でうなずいた何を考えていらっしゃるのと闇の中で里が言った。 私の申し上げたことお信じになれないんですか?」。「信じるも信じないも」と彼はうかぬ調子で言った。とにかくこれからどうするかということが。「しっ!」と佐藤が言った。「黙って!」。半四郎は口をつぐんだ。渓流の音を縫って人の話し声が聞こえてきた。「善助なら一人で来るはずだし。 そんなに高声を上げるようなことはない半四郎は手探りで刀を取り静かに入り口の方へ出ていったほらの口から覗いてみると十間軒ばかり下の方にちょちんが三つ見え四五人の侍たちの姿が乾木の茂みの向こうに影絵のように眺められた「あれが元銅を掘った穴だ」と侍たちの一人が言っていた そこに入り口があって、奥と川上の方へ行動が伸びている。川上の方にも穴の口がある。まだそこは調べてないんだな。まだだ。と前の侍が言った。しかし俺は確かだと睨んでいる。俺の睨んだ目に狂いはないと思う。なんならこれから入ってみようじゃないか。そうさな。と他の一人が言った。せっかく来たんだからそうするか。 入り口はそこだ、ね、一人がちょうちんをあげながらこちらへ来た半四郎は刀のつかに手をかけたすると佐渡が後ろから彼にすがりつき「半四郎様」と震え声でささやいた「半四郎様追手ですわ」佐渡はブルブルと震えていた6ああ見えるよそこが入り口だね。 と近寄っってきたた。侍が言ったすっかり草むらで塞がっているな。ずいぶん長いこと売っちゃってあったようじゃないか。確かだと思うかい。と他の一人が言った。確かだと思うね。と初めの侍が言った。明日来てみよう。そうすればわかるよ。今入ってみようじゃないか。明日にしよう。と他の侍が言った。 まさか夜のうちに逃げ出すわけでもないだろうからな。そして彼らは去っていった。大丈夫だ。と半四郎は里に言った。もう震えることはない。言ってしまったよ。ここなら見つかるまいと思ったのに。と里は彼にすがりついたまま言った。夜の明ける前に逃げ出しましょう。逃げるあてがあるのか。もちろんよ。と里は言った。 よいちや善助と相談して、それだけの用意はちゃんとしてありますわ。座ろう。と彼は佐藤を押し合った。さっきの話の続きだが、と彼は元の場所へ座りながら言った。私の立場がそういうことだとすると、なんとか身の振り方を考えなければならない。今のように、こんな山の中まで追っ手が来るんだから、 寮内でうろうろしているのは求めて危険を待つようなものだ。それはそうですけれど、ちゃんと隠れ場所があるんですから、そんなに急がなくてもいいと思いますわ。私は命を狙われているんだ、そうじゃないのか。こんなに真っ暗だと話もできませんわ。と佐藤は言った。とにかく今はここから逃げ出すということが先。 あとのことはまた落ち着いてからにいたしましょう。そして手探りで毛線を広げ、2枚を半四郎に、他の2枚を自分にかけて、お休み遊ばせ、と横になった。半四郎も横になりながら、今夜は善助の来るのが遅いな、と言った。今夜は来ないでしょ、う、と佐藤が言った。追手が入ったことを知っているに相違ないから、用心のために今夜は来ないと思う。 うん、そうかもしれない多分そうだろうでは寝るとしようと半白が言った彼はなかなか眠れなかった佐藤は間もなく眠り軽いいびきを立て始めたが彼は追手の侍たちを現にその目で見彼らの話す声をその耳で聞いて自分の命が狙われているということを現実に感じその生々しい現実感に圧倒されたようで 本当のところは眠る気持ちになどなれないのであった。ごめんなさい。ごめんなさい。と佐藤が言った。すみません。堪忍してください。何がと彼は聞き返した。ごめんなさい。と佐藤がまた言った。お願いよ。堪忍してください。なんだと彼はつぶやいた。寝言か。まさしく寝言らしい。 そして佐藤は軽くうめき声をあげながら半四郎の方へ身をすり寄せ、片手を毛線の下へ入れて彼の体へ巻きつけた。子供が眠りながら母親に抱きつくようなごく自然な甘えた動作で半四郎もその手を押しのけることができず、微笑しながらじっとしていた。すると佐藤はもっと身をすり寄せ、彼の胸へ顔を押し付けながらその腕ですっかり彼を巻いてしまった。 重なり合った毛線の間から温められた娘の体の匂いと体温とが彼の全身をあやすように包みそして彼の肌に染み込んでくるように感じられたよっぽどの甘ったれだったんだな半四郎はそう思いながら毛線で顎の下をきっちり塞ぎ運気の漏れないようにして目をつむった彼が目を覚ました時佐はもう起きて飯を炊いていた ほらの中が火で明るくパチパチと焚き木のはぜる音がし飯の炊ける甘い匂いが漂っていた「お目覚めですか?」と里が言った「お目覚めならお上手を使ってくださいなもうすぐ朝げのお支度ができますわ」「まだ真っ暗じゃないか」彼は伸びをした「明るくならないうちに出かけるんですからぐずぐずしてはいられませんのよ今朝は」 おふくろか女房のようだなと思いながら半四郎は起き上がったゆうべは子ども見たようだったが今はおふくろか女房のようだ飯を炊いたりしていると女らしい自信たっぷりな気持ちになるんだなと半四郎は思った彼がほらを出て渓流の方へ降りてゆくと里が後ろから手ぬぐいや用紙を持って追ってきたお顔を洗うのに手ぶらでどうなさいますの と佐藤は大人ぶっって言った四郎様にはどこかしら目の離せないようなところが終わりだわ。いつも誰かがついていてあげなければならないようなところがきっと末っ子でいらっしゃるからでしょう。半四郎は流れの岸にかがみ口をすすいで歯を磨き始めたがふと後ろを向いて佐藤を見た。何だってと彼は不審そうに言った。 私がととはどういういことだ「だだってあら」と佐藤は慌てて何かを持ち上げるような曖昧な手真似をした。だってあなたは横絵家としてはつまり末っ子だったというわけですわ。そうじゃございませんの?「佐渡は私の兄のようなことを言う」と彼は渋い顔をした。「四郎という呼び方も同じだ。 今にに私をせっかんするるようにななじゃないのか里は赤くなり「あらご飯が焦げていますわ」と言いながらほらの方へ走り去った空が白みかける頃二人は山越しをしていた里も包みを二つ持っているが半四郎は馬鹿げて大きな包みを背負い片手にもう一つ包みを下げていた四月中旬の創業の山の空気は爽やかで 目立ち始めた樹林に霧が流れしきりに小鳥のさえずりが聞こえていたが半四郎はそんなものは見もせず聞きもしなかった彼は自分の格好のぶざまさを呪いその重たさを呪った「まるで夜逃げだ」と彼は思った江戸の市民たちの中で食い詰めると夜逃げをするということをよく聞いた 売るものは売り必要な道具だけを背負ったり持ったりして夫婦親子が夜中ひそかに逃げ出すらしい「たぶん今の俺の格好を見たようなもんだろうこの格好はたぶん」「里が「あと言って半四郎の腕をつかんだ「誰かが来ます隠れましょう」と彼女は言いながら彼を引っ張って傍らのやぶの影へと潜り込んだ 馬鹿げて大きな包みを背負っている彼はその包みが邪魔になりその下枝に仕えたり転びそうになったりした「し」「静かに」と佐渡は藪陰にかがみながら言った「もっと低く」「それでは頭が見えてしまいます」「もっと低く」「もっと」「七」 遠道の支度をしていた三人連れの侍たちが来て通り過ぎていった重い包みを背負ったまま不自然な格好でしゃがんでいた半四郎は彼らがやってきてすぐ向こうを通り過ぎるとき息が詰まって胸が潰されそうになった先頭にいた人は木曽孫太夫という方よと里がささやいた三番目が紅山十三郎様 みんなご家中の方たちですわ。木曽孫太夫とは聞き覚えのある名だった。確かにどこかで聞いたような気がする。と半四郎は思った。こっちもダメらしいな。と彼は言った。ああいう侍が来ているとすれば、要所にはそれぞれ人数が配ってあるだろう。これは到底逃げきれないぞ。私がついていますわ。 と佐藤は手を貸して彼を立たせながら言ったそんな心配をなさらないで私に任せていらっしゃればいいのもうそれもほんのしばらくのご辛抱なんですからしばらくの辛抱って辛抱すればどうにかなるというのか参りましょうと佐藤は歩き出した世の中のことっていつ何が起こるかわからないし起こったことがどう変わるかわからないでしょ 千万長者が一夜小じになったり、丈夫な人が急にぽっくり死んだり、それから、えっ、ー、と、そう並べなくともいい。要するに、逃げ道はあるということか。もちろんですわ、と佐藤が言った。あるからこそこうして、あら、道が違ったかしら。もう一度聞かせてくれ。本当に逃げ道があるんだな。佐都は、ええ。 とはっきりうなずいた「人一人の命に関わることですもの」と佐都は言った「いくら私だって当てもなしにうろうろしやしませんわ」あ「あここよこの道をこっちへ降りるんだわ」彼女は道を右へ折れた深い雑木林の中の細い踏みつけ道をつづら折りに下ってゆくと下の方から渓流の音が聞こえてきた 半四郎は前を行く里の後ろ姿を見ながらふと、かわいい娘だなと思い、するとまるで今目が覚めでもしたように、突然感謝と愛着の情がこみ上げてきた。うん、かわいい娘だ。器量も悪くはないし、言うことも気が利いている。と彼は心の中でつぶやいた。町屋の生まれにしては、きっとしたところもあるし、気性もいい。 気性はなかなかいい。それにこんな若さで俺の命を助けるために懸命になっている。これはあだやおろそかなことじゃない。うん。決してあだやおろそかなことじゃないぞ。と彼は心の中で自分に言った。もうすぐよ。と佐藤が言った。滑るからお気をつけになって。そう言った途端に佐藤自身がつるっと足を取られ、あらあら。 と声を上げながら尻餅をついたまま二軒ばかり滑っていった手を出す暇もない半代は危ないと叫び佐藤は笑い出した嫌だわまた滑っちゃったわと笑いながら佐藤は言った今度も自分で行って自分で滑っちゃったわ嫌だわバカバカしそして尻餅をついたままでしばらく笑った 半四郎が手を貸して立たせてやり歩き出してからもなお「ああそうしちゃったバカバカしい」と言っては一人で笑いこけるのであった坂道を下りきると流れの急な渓流がありそま道がそれに沿って上下へ通じていたそこは日陰で空気はひんやりと冷たく杉林が強くによっていたこれから少し下ったところに隠れ場所がある と、佐藤が言いかけると、半白が、し、いるぞ、と言って、後ろから佐藤の肩を押さえた。渓流が曲がっているので、見通しは効かないが、若い杉林を通して、向こうに四、五人の人のいるのが見えた。戻るか、隠れるか。戻れませんわ、と佐藤が言った。隠れて様子を見ましょう。二人は杉林の中へ入った。 杉の木が強く匂い下映えがきれいに新芽をつけ木漏れ日がその新芽を鮮やかに浮き出させていた二人は下映えの陰に隠れ見ていると六人の男たちがそま道をこっちへ来た槍を持った小物が三人そして他の三人は侍たちであるがこれも各自いろいろな道具を持っていた確かにこっちへ入っている。 と一人が言っていいいたもう間違いはないご支配に話して見張りを増やすことにしよう見つけ次第に切ってしまうのさと他の一人が言った文句は後だまず切ってそれからの掛け合いにすればいいんだ彼らは川上の方へ去っていった「ダメだわ」と里がささやいたこれでは場所を変えなければなりませんわ まだ他にあるのかええと里がうなずいたでもそこへは善助と一緒でなければだめなんですの私では様子がわからないんですから善助とはどこで会うこの向こうの隠れ場所なんですそこにいれば来る手はずになっているんですけれどあんなに追手が入れ込んでいては来られないかもしれませんわどうも塞がれたらしいな と彼はいをついた「これはもう袋のネズミという形らしいぞ」「ここで待っていましょう」と里は辺りを眺め回した「あそこの影がいいわ」「あそこなら道からは見えないし善助が来ればこっちからは見えますもの」「参りましょう」2人はもう少し奥にある下映えの茂みの影へ入り半四郎は背負っている包みを下ろした。 ししてくださいましねと里、佐都は包みを下ろすのを手伝いながら言った。こんなものを背負わせたり、こんな山の中を歩き回せたりして、すみません。どうかお怒りにならないでくださいましね。お前が謝ることはないじゃないか。怒るどころか、私こそお前に礼を言わなければならない。礼もいい、詫びなければならないのは私のほうだけれど。れけど 藤は乾いた枯れ草を集めて座る場所を作った。ここへ座りましょう。はい。四郎様はこちら。お腹が空きましたわね。おむすびをあげましょうか。私はまだいい。私お腹が空きましたわ。と藤は自分の持ってきた包みの一つを開けた。私のお腹変なんですのよ。 午前を食べて少しすると一遍キュッとすいてしまうの。その時何かいただくといいんだけれど、すいたままにしておくとクークー泣くんですの。ほんとよ。ほら、今も泣いてるでしょ。8。佐藤は半四郎の方へ向き直って腹の鳴っているのを聞かせようとした。彼は目をそらせながら、うん、とうなずき、 私はいいからお食べと言った。こっちへ向き直った佐藤のにおやかに丸い胸と腹部の膨らみがあまりに間近でまぶしかったのである。佐藤は重箱を開け自分で握った結び飯を食べた。その朝の飯は水が少ないうえに焦がしたのでよく握りがきかなかったのであろう。持っている手からぽろぽろとこぼれた。 昼近い時刻に善が来た彼は美濃と傘を着て川下の方から急ぎ足に来佐藤がそれを見つけて声をかけた善助は流れに沿ったそま道で立ち止まり杉林の中を透かし見て佐藤の姿を確かめてから近寄ってきた「どうしたのその格好」と佐藤が聞いた「雨でも降っているようじゃないの」。 全助は傘を脱いで今日は雨にににななりますと答えたあらこんなに晴れていいるのにははい、今日はやがて雨になると思いますと善助は丁寧に答えそれからおってらしい人たちがいたので昨夜はホラへ行けなかったことまたこの辺にもご家中の人がだいぶ見えるからいっそ殿島へご案内する方がいいと思いその手配をしてきたと言った。 彼は半四郎に向かって一度極めて丁重な礼をしたが、それからは半四郎に遠慮する様子で、里にだけ低い声で話した。いいわ、と里が言った。では、戸の島へ行きましょう。明るいうちは困るのです。と善助が首を振った。周りに家がありますし、屋敷内でも人目がございますから、日が暮れてからにしてくださいまし。 だって、雨になるとするとここで待っているわけにはいかないでしょあの小屋でいいと思います。と善助が言った。今、ご家中の方たちが休まれたとき、サメが淵まで登ってから城下へ帰ると話しておられましたから、今日のうちは大丈夫だと存じます。それならそうしましょう。と佐藤は承知した。 半四郎の荷物を善助が背負い、里の包みを半四郎が持って、三人は杉林を出、渓流に沿って山頂ばかり下った。その谷間の勾配はかなり急で、流れは速く、至る所で川中の石に砕け、白いしぶきを上げたり、滝のように落ちたりしていた。これは渡来川っていいますの、と里が半四郎に教えた。 この谷の切れるところで、昨日の川と一緒になるんですけれど、こちらも鮎やヤマメがたくさん取れますわ。半四郎は黙ってうなずいた。追手が刻々と迫ってき、じりじりと網を絞られるようで、彼としては鮎やヤマメどころの話ではないのであった。その小屋は川を前にしたそま道の脇にあった。なためをつけた柱と、 厚い板で作ってありいかにもがっちりとして見え土間には炉が掘ってあった「これは柳小屋よ」と中へ入りながら里が言った「柳小屋とは何だあらご存じないの?」と里が言った「この前の川になをかけて魚をとるんですよそうして客がある時はこの小屋でとった鮎だのやまめだのを料理して食べさせるんですわ」 半四郎は「ふん」と無関心にうなずいた。善助は包みを片付けてから「炊事道具や食器などはここへ置いて殿島へは体だけいらっしゃればよかろう」と言った「今日はもう人は来ないだろうが戸口を閉めて中から棒を買いもし人が来たら裏から抜け出すように私は日暮れ前にまた参ります」と言って間もなく去っていった。 午後は佐都の楽しげなおしゃべりのうちに過ぎていった。少し黙っていられないのかと半四郎が見たびばかり注意した。追手が来るとその声で感づかれてしまうぞ。大丈夫よ。川の音が高いから聞こえやしませんわ。と佐都は言った。でも少し黙りましょう。私も口がくたびれましたわ。そして座り直して、 自分は普段は決しておしゃべりではないのだ」と釈明し始めそのままずるずるとまたしゃべりだすのであった半四郎はもう叱ろうとはせず横になって黙って聞いていたすると佐藤の話しぶりがさも楽しそうなのでこっちもいつかしら楽しい気分になり話が彼女の姉の悲しい恋になると身につまされてほろりとなりさえした 彼女には一つ違いの姉があり、ある人と激しく恋し合っている。だがそれは親たちに許されない。許される望みもないので、このまま放っておけば家出をするだろう。家出をしても、二人で暮らして行けるわけがないから、やがては心中でもするに違いない。それを思うと、自分は姉がかわいそうで、身も用もないような心持ちになる。というふうに佐藤は語った。 うん気の毒だな」と半四郎はしんみりと言った「そんな心配もあるのに俺のためにまたこんな苦労をさせるとはすまない」「すまないなんてことはございませんわつまりは同じことなんですもの同じことだってええいいえ」と佐藤は慌てて唾を飲み込みそして頬をあからめながらうなずいた「ええだって 姉も姉ですけれど、シ郎様だってお命が危ないのですもの。あら、私またおしゃべりをしていましたのね。姉さんとその人を結婚させる法はないのか。シ郎様。と、里は衝動的に言った。彼女の目はその時、キラキラと光った。けれども、すぐにその光は消え、もうこのお話はよしましょう。と首を振った。 多分うまく行くだろうと思うのですけれど。でも今はもうおよしましょう。おむすびをあげましょうか。半四郎は自分でお食べと言った。たそがれになって善助が来た。雨は降らず今度は彼も美濃を着てはいなかったが、佐都は気づかない様子で何も言わなかった。結び飯とうのもので夕げを済まし、すっかり暗くなるのを待って、 三人はその小屋を出た。渓流に沿ってさらに四五町ほど下り、丸田橋で流れを越した。対岸は松林で、道は丘へと上りになる。こっちは両分街ではないのか、と半四郎が聞いた。まだ五両内です、と善助が答えた。ずっと昔は、この渡来川が両境だったそうだが、 百何十年か前に改正されて吉岡郷の櫓山というのが領境になったそれはお国得図にもちゃんと書いてあると善助は言ったお国得図半四郎はふと聞き返しそれから自分にうなずいたああそうかあの時聞いたのか9 「何をお聞きなさいましたの何、朝あの山道で見た男のことさ」「紅山十三郎様ですか?」「いや木曽孫太夫の方さ」と半四郎は言ったどこかで聞いた名だと思ったんだが今気がついたんだ「あらご存知でしたの?」「いや当人は知り合いしない溝口さんから聞いたんだ」と彼は言った。キソという男は、 今国恵ずを改めの支配をさせているが溝口さんは気に入らないそうで私を支配にするのだと言っていたもちろんそれはでたらめだろう私を暗殺するのが本来の目的なんだから国恵ずを改めの支配にするなどというのはでたらめだろうが孫太夫という男を好かないのは事実らしいよ人家が近くなりますと善助が注意した どうぞお静かに。半四郎は黙った丘を登りきると高地が開け風よけの木立に囲まれた農家が道の左右に見え始めた殿島というのは領内でも指折りの豪農だそうで当主の八右衛門は57歳藩主の長門神から特別の待遇を受けていて城内でも寄り合い相当の格式が与えられており それは数度に及ぶ多額な上納金によるのだが、お城へ上がるときは馬乗り塗り傘を許されているということであった。夜だったのでよくわからないが、その屋敷は白い追地塀を回し、中には五棟の土蔵と二階造りの母屋をはじめ、すき屋、隠居所、長屋、馬屋など、いろいろな建物が並んでいた。三人は横の馬入れ門から入った。 そこに一人の老人がいて、善助が、義兵というものです、と里に引き合わせた。老人は義助の兄、与一の妻の親で、屋敷の庭頭をしており、二人をかくまってくれるのだそうですっかり準備ができています、と里に言い、一棟の物置へ案内した。母屋の二階には、明るく明かりがついて、 主演でもあるのか、かなり離れているのに、にぎやかなざわめきが聞こえてきた。そこは古い文書類を入れておく建物と見え、さして大きくはないが、床が高く、用材も作りもがっちりしたものであった。内部の三棒には棚があって、これにはしおりのついた書札が幾山か積んであり、また古文書を入れた筆が5つ。 それぞれ張り札をつけて並べてあった。また書類を調べるときに使うのだろう。真ん中が畳敷きになっていて、漁師やすずり箱の乗った小机が据えてあった。ここへ人は参りません。と儀兵が二人に言い、小さな豆苗に火を入れた。外へは漏れませんが、明かりはこれでご辛抱を願います。後でご信号を持って参りますから。 善助は明日また来ると言って、義兵と共に立ち去った。半四郎は落ち着かなかった。山中の洞とは違って、ここは人の屋敷内である。この建物の外はいつ人が通りかかるかもしれないし、いつ誰に気づかれるかもわからない。ここはまずい、と彼は思った。ここは危ない。 早く街へ出る方がいいへるそんなことを思いながら棚の前へ行って積んである書類を手に取ってみた私なんだか変な気持ちですわと佐渡がくずふの炭鉱を畳みながら言ったほらの中や柳小屋の時は何でもなかったんですけれどこうして畳の上で四郎様と二人だけになるとなんだか怖いような悪いような変な気持ちがして 胸がドキドキいたしますわ半四郎は黙って書類をめくっていたそれは年貢や雲上の無限帳のうち小物なりの分だけを年代順に積んだものであった吉岡郷里村東阿佐より渡来川に至る矢竹、下草芝川漁などに対する小物なり代として しかじかの大銀を納めると勘定奉行所に宛てた殿島八重門署名の文書であった最も古いのは60年前のものでそれは殿島の先代か先々代であろう署名も五郎兵衛などというのがあった何を見ていらっしゃいますのと里が振り向いてみた何ですのそれそうしか何かでございますか いや、と彼は言った。何でもないよ。そして見ていたものを棚へ戻しこっちへ来て座った。二人はそこに三日と二夜いた。その間佐藤はすっかりはにかみ通しで、手まめに半四郎の世話をしながらどうしてこんな変な気持ちになるのでしょうとかなんだか悪いことでもしているみたいをよなどと繰り返し 半四郎が相手にならずにいると、まるで花嫁様になったような気持ちだわ。と言って肩をすくめ、ちらっと彼の方を横目で見たりした。ちゃんと聞こえたよ。と半四郎はその時心の中で言った。それもいいかもしれない。お前は良い娘だ。少しおしゃべりだけれども、可愛いい喋り方だし、聞いていると楽しい気分になる。うん。 と彼は心の中で頷いた。そうだ、お前を妻にしよう。無事に逃げ延びることができたら、二人でどこかで落ち着いてもいい。よし、そうすることにしよう。と彼は思った。義兵は日に見たび、食事と茶を運んでき、何事もないから安心するように、と言って、空いている食器を持ってすぐに去り、余計な世辞を言ったり、 ううるさくく世話を焼くような義助は,はあの翌日の夜に来一日置いてまた来たそして城下の様子を報告するのだが二度目に来て帰った後、里がニコニコしながら勘違いでしたと言った義助は里にしか話さないので半四郎は里から報告を聞くのであるが勘違いの訳を聞いて彼はちょっと首をひねった。 手じゃなかったってええ、追っ手じゃなかったんですって。と佐藤が言った。山道であった木曽孫太夫様たちは、国絵図お改めの見回りだし、渡来川であった人たちは、その絵図の測量をしていたんですって。それから、ほらのところへ来たのは、どうやら隣の藩の侍たちらしい、っていうことでしたわ。藩代はふん といぶかしそうに首をひねりだが見つけ次第切ってしまおうとかこっちへ入ったのは確かだと言っていたじゃないかええそうよと佐はうなずいたそれにもわけがあるんですというのは隣の松井藩であの洞からまだ銅が取れることを探り出したそうで自分の領地へ入れてしまおうとしているんでしょうしきりに領境を越して人が入り込むんですって ふん、と半白は言った。それで見張りを増やせ、などと言っていたんだな。その方のごたごたで、私たちのことはお預けになったのでしょう。と佐藤はにこにこした。もうそんなにビクビクしなくてもいいのかもしれませんわ。十。領地を接している諸侯の間に、 教会のの争いい。起こるこるとはは稀ではないまだ測量法が不完全であり各藩の国絵図なども明確でないものが多いからあのホラから銅が取れていることは別としても今度のように国絵図を改めなどという機会にはうまく他領を取り入れるような工作も行われかねないのであったそういうことだとすると俺のことは本当に一応お預けになったかもしれない。 隣藩の者が両境を犯し、こちらが見つけ次第切れとか、切ってからの掛け合いだなどと言っていたところで考えると、半四郎の捜索がひとまず後回しになるという予想も、さして不自然ではないだろう、そうだ、そう考えても不自然ではない、この暇に両外へ脱出しようと彼は思った。さと今夜ここを抜け出そうと彼は座り直した。 その騒ぎに紛れて抜け出すんだ。どっちへでもいい。今夜のうちに寮内から出ることにしよう。だってそれは、それはあの、と佐藤は口ごもった。そのことは私に任せてくださるはずではございませんかいや、今度は俺が決める。彼はきっぱりと言った。もう俺が決めてもいい番だ。今夜どうしても抜け出すことにするよ。 里ががでもと言いかけたた郎は手をを振って戸口を見たすると重い引き戸が静かに吐き義兵が一人の若者を連れて入ってきた老人は引き戸を閉めて近寄り和助という手代でございますとその若者を引き合わせた半四郎は何かあったなと直感した義兵は声を潜めてすぐお立ち退きください と言った。「この物置は焼かれるのです」と義兵は言った。「司祭は和助から申し上げます」「和助という若者が進み出た」「いいえ司祭はよくわかりません」と和助は低い声で言った。「大旦那と客の話を聞いたのですが夜半を過ぎたらこの物置へ火をかけて焼いてしまう」ということでお知らせに参ったのです。 俺たちのことを感づいたのかそうとは思いません。聞き違いでもないんだな、と半四郎は目をそばめた。物置とはいえ、ちゃんと屋敷内に立っているものを火をかけて焼き払うというのはおかしいじゃないか。それからふと彼は和助を見た。客というのは何者だ松原というお武家でございます。家中のものか、いいえ。 と和助は首を振り、ちょっとためらうように義兵を見たが、実はと口ごもりながら言った。実は隣の松井藩のご重役でございます。半四郎はふんと唇を噛んだ。わかったと彼は言った。ちょうど立ちのこうと思っていたところだ。このまますぐに出て行っていいか。しばらくお待ちくださいと義兵が言った。 今少しすると案内の者の手が空きます。その間に用意をして私がお知らせに参ります。半四郎は分かったとうなずき二人は出て行った。義兵と和助が出て行くと半四郎は飛び上がるように棚の前へ行き小物なりの文言帳を一山下ろした。どうなさいますのと佐がいぶかしげに聞いた。行幸だ。天の助けだ。 俺もお前も城下へ帰れるぞ」と半四郎は言った佐は口を開いた半四郎はのぼせ上がったようになり並んでいる5つの室を調べ鍵のかかっていない室の一つを開けてみたそれには保護や古布が詰まっており彼はニッと微笑してその古布の中から一枚の風呂敷を取り出した何がどうしましたの と、里が立ち上がった。私たちがどうして城下へ帰れますの天の助けって何のことですの親友天女だ、と彼は下ろした一山の文言帳を風呂敷に包みながら言った。勝負はわからない。ダメかもわからないが、この上逃げ回るより当たって砕けてみる。乗るか反るか、この切り札で運を試してみるんだ。あら、 心細い天の助けですわねこれは小物なりの文言帳といって豪村の草木や川漁の雲上銀を記したものだこれには殿島八右衛門の署名と藩の勘定奉行の名が書いてあると彼は言ったつまり吉岡郷が我が藩の所領だということはこの文言帳がはっきり証拠立てているのだだだってと里は反問した それがどうして親友天女のの切り札です親友天女はここへ着合わせたことだ。切り札というのはと彼は包み終わったものを手で叩いた。この文言帳さ、これを国老のところへ持って行って断判する。よくお聞き、佐藤が善助から聞いた通り、今、両文境のことで争いが起こっている。 松井藩で両分境を犯そうとしていると言っていたろう。佐藤は半白を見つめながらこっくりをした。殿島がこの建物を焼くのはこの文献帳を灰にするためだと彼は続けた。約相談をしていたのが松井藩の重役だとあってみれば。おそらく松井藩と何か密約があるのだろう。 百何十年か前には吉岡郷は隣藩の領軍だったというから、堺論が表沙汰になった場合に、この文言帳がなければ、松井藩の言い分が通るかもしれない。いや、確実に書く算があるから、これを焼くことになったのだと信ずる。私はそう信ずる。と半四郎が言ったとき、引き戸を開けて義兵が手招きをした。半四郎は里に目配せをし、 明を消しそして風呂敷包みを義兵に気づかれぬように持って土間へ降りた外へ出ると中年の下男風の男がいい義兵が竹蔵というものですとささやき男が丁重にお辞儀をしたこれがご案内をいたしますと義兵はささやいたどうぞご無事で佐はうなずき半四郎は蔵さになったと会釈し,した 空は暗く、雨もよいで気温が高かった。竹蔵は2人の先に立って、うまいレモンから外へ出、黙ったまま3日前の柳小屋まで送ってきた。どうぞここでお待ちください。と竹蔵は2人を小屋の中へ入れながら言った。私はこれから善助さんのところへ知らせに回ります。そして彼は出て行った。 真っ暗な小屋の中で2人だけになるとすぐに里が弾んだ声で「分かりました」と言ったその文言帳があれば松井藩の企みを潰すことができるんですのねそして殿の島の制裁もできると半四郎は闇の中で言った明日は堂々と溝口さんに会おうそして私はこれを差し出してこう言うんだ私は町人になります 決して住職方に利用はされません町人になって町家の娘を嫁にもらってご家中とは一生関わりなしに暮らしますそれが切り札って言うんですのねうまいわそれなら間違いなしと思いますわと佐藤は言ってふと開き直ったでもあら嫌だ町人の娘をおもらいなさるって四郎様にそんな方がいらっしゃるんですか 佐トは町人の娘じゃないか。あら嫌だ、私が町人の。と佐トは口ごもった。だってそれでは、四郎様がもらうとおっしゃるのは。お前は商家の娘なんだろう。半四郎は闇の中ですり寄り、手探りで佐トの肩をつかんだ。佐トの体はピクッとけいれんし、それからガタガタと震えた。 佐藤は私の嫁になるのは嫌か。ええ、と佐藤はあえぎながら言った。もしも四郎様がお怒りにならなければ。私が何を怒るんだ私、お話申さなければならないことがございますの。でも、お話すれば、四郎様はきっとお怒りになると思うんです。私が何を怒るんだと彼は、 もろ手でを抱き寄せた。里は私の命の恩人じゃないかええそのことなんです里は彼の腕の中で震えそして激しくあえいだそのことなんですけれどもでもきっとお怒りなさいますわ怒らないどんなことがあっても怒りゃしないよそれなら初めに堪忍してやるとおっしゃって と、佐都は鼻にかかった声で言い、猫のこのように半四郎の胸へ身をすりつけた。たとえどんなことでも怒らない。きっと勘にしてやるって。刀にかけて誓う。私は怒らないぞ。と彼は言った。さあ、話してごらん。では、では、申し上げますわ。待て。と彼が言った。 半半郎は口をつぐんだ板屋根を打つかすかな雨のささやきのカナダに遠く半晶の音が聞こえていた火をかけたなこれでこの文言帳がものを言うぞ彼はそう言って座り直したさあ聞こう話してくれ11 その時すっかり話したのね。と、厚みが妹に聞いた。それで、お怒りにならなかった。怒らないもんですか。とみさは姉の晴れ着を意向にかけながら答えた。刀にかけてなんておっしゃったくせに、話の途中からもうカンカンよ。片隅が怒ったみたいようにカンカンになって、一体どういうわけだっていうのがどもっちゃって言えなかったくらいよ。 あなたの困ったお顔が見えるようよ。私の方は覚悟の前よ。どなられたら帰って落ち着いて話せましたわ。とミサオは言った。お姉がもみやまがモミヤマ十三郎という方と死ぬほどの恋仲だったこと。まあ、ミサオさん。と厚みは妹を優しく睨み、そしてぼっと華やかに顔を染めた。いいことよ。 ももうご結婚なさるばかりですもの恥ずかしがることなんかないでしょとミサオは言ったそれでシロ様のいらっしゃるのが10日以上も早かったしお姉様はもみやま様とのことを持ち明ける暇がなかったため家出をしようとなすったことそれを止めるためにミサオが知恵を絞ったことそうしてあのような手段を取る以外には方法が思い当たらなかったということをゆっくりと話しましたわ。 そうしたらお怒りが静まって、ご楽院とは何だですって、とミサオは続けた。ご楽院で命を狙われているなんて、まるで子供魂みたいようじゃないかって。ですから言ってあげたわ。そう申し上げなければ抜け出してはくださらなかったでしょうって。それとも本当にご楽院でお命を狙われている方がいいのですかって。私そう聞き返してあげたわ。 まあ「あと姉は目を見張った。あなたのお口にはかなわないことね」「殿島が松井藩と通報していることを知ったのも文元帳を手に入れることができたのもみんな二人で逃げ回ったからでしょそうではございませんの」って言ってあげましたわあの方何とおっしゃって「それはまあそうだ」「ですって」とミサオは巧みに半四郎の声色を真似た。 それから私座り直して私は次女の佐都ではなく溝口家の次女の三郷でございます」って言いましたのそうしたらあの方は飛び上がって何か怒鳴りそうにして「うっうとどもってから今度は丁寧な言葉で他にもっと驚かすようなことがあるなら今のうちに言ってくださいっておっしゃったわ厚みは袖で口を押さえて笑いだした 私自分でも相当なんだなって思いましたわと三沢は言ったこれでお姉さまがま山様とこの溝口家をお継ぎになれば申し分ないんですけれどねいいえと厚みは首を振ったもともと横江様を養子としてお迎えしたのだしあなたとご夫婦になって後を継ぐのが順当よ私もや山へ嫁げさえすれば 他に何の望みもありませんわ。はっきりおっしゃることね。と妹は姉の前へ来て座った。でも四郎様は私のことを好いてくださるかしら。三竿は急に真んとなった。半四郎は今、松井藩へ掛け合いに行っている。文元帳がれっきとした証拠だから、これはすぐ片づくに相違ない。 帰ってきたらどういうふういに迎えようかどんな挨拶をしたらいいのかしらとミサオは心の中で思案した「シロ郎様は大丈夫よ。あなたを見る時のお目ですいていらっしゃるということはよくわかりますわ」と姉が言った「でもあなたはどうなのミサオさんはシロ郎様をどう思っていらっしゃるの?」まあお姉様ったら と姉は姉をにらみ、これも華やかに赤くなったが、照れ隠しのように立ってゆき、障子を開けていった。まだ降っていますわ、お姉様、ま。このまま梅雨になるのでしょうか。姉は返事をせずに忍び笑いをしていた。